株式会社シャフトは、日本のアニメ制作会社、杉並アニメ振興協議会会員、虫プロダクション出身の若尾浩が、1975年に、仕上げスタジオの有限会社シャフトとして創業。設立当初は、同年に設立されたスタジオディーンと共に、新映動画及び、虫プロの流れを組む日本サンライズ制作作品の仕上げを請け負っていた。1980年代前半、グロス請けを開始し、仕上げスタジオからアニメーション制作全般を請け負う制作会社に転換した。1987年の夢から覚めないが、初の自社元請け制作作品を下請けという形で実制作していたであり、1995年の12戦士爆裂、エトレンジャーが初の自社企画、元請け制作によるテレビシリーズである。2000年から2001年にかけて発売されたトップを狙えの DVD 映像特典として収録された短編作品をグロス請けで制作。以降2001年から2005年までガイナックスと共同名義で制作を請け負った。2004年、久保田光利が2代目代表取締役に就任した。相前後してデジタルペイントデジタルコンポジット制作に移行。これに伴い VFX デジタル撮影部門を揃える。2001年、タツノコプロ制作のザ・ソウルテイカー魂狩りにグロス請けで参加。この際の仕事ぶりが新坊昭之の目に留まり、月影、ムーンフェーズ-の制作会社としてシャフトを提案。以降、尾石達也、大沼伸などのスタッフが制作に参加し、パニポニダッシュや、さよなら絶望先生、物語シリーズなど、新坊を監督とする作品を中心としたテレビシリーズを手掛けている。また、新坊を監督とする作品では、別にシリーズディレクターを立てることが多い。2011年に制作した魔法少女まどかマギカは、記録的なヒットとなり、ニュータイプ、街遊びアニメアワード2011において、監督賞、作品賞など14冠を達成し、相応の成果を得る。2015年には、有限会社から株式会社に改組した。いわゆる共同筆名を使用することがあり、古くは12戦士爆裂エトレンジャーのしゃぶきと、2000年代以降は、東十夜子、椎谷太氏を使用する。ありがとうございます。